皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。レタスに含まれている食物繊維より含まれている食物繊維が少ないさやです。食物繊維って2回も言っちゃった。計算不能だったね今ね。むずいね、びっくりしちゃったね、うん、とりあえずレタスに含まれている食物繊維は成人男性が摂るべき食物繊維量の6分の1だそうなんだけど。もういいもういい、もう食物繊維についてそんなに気になってない。今気になってない気になってない本当に、うん、これだから便通のいいやつは話にならねえなということで今回ですねこちらでございます。なんて誰でしょうか。んんじゃないのんじゃないの、なんでしかもゲンさんいんだ今回。急にゲンさん破壊して原石ゲンさんやろ原石じゃなくて今回はいこちら溶けてるけど、もちろん熱いんだって。熱いよマジで。最近今日特別に熱いんだよ。めちゃくちゃ熱いんですけど、今回やっていく企画はこちら。1ミリも知らない漫画の冒頭ストーリー当てられるのか。無理なんだけどまず、ね、今回はですね、はい、ミリシラの漫画対決。今まではキャラデザを当てるだったよね。そうというかやってたじゃないですか、うん、はい、でまあこの間やったような漫画のイントロ聞いて、うんうんうん、続きを書こうみたいな。あ、うんうんうん、ちょっと最近漫画系企画をあの楽しくなっちゃってるんですけど、うん、1ミリも知らないマジで知らん漫画、はい、あの僕たちがどっちも知らないよっていうのがもう確定で判明してる漫画の冒頭ストーリーをタイトルとキャラクターとキーワードから当てられるのかっていう話です。判定になるしかないじゃんそんな。いやそうだよ、今まで以上にこう、うん、想像力を働かせないといけないっていうことなんですが、今回案件でございます。ありがとうございます。なんごめん、コロボしてとか言っちゃって本当に申し訳ない。本当、はい、今回は、はい、Amazon フリップトゥーンさんから案件をいただいております。ありがとうございます、はい、Amazon フリップトゥーンっていうのがですね、はい、無料で読める漫画も多く取り揃えてるサービス、はい、Amazon フリップトゥーンの中で、はい、読める漫画の中から今回は3作品ほどミリシラで対決を行おうという企画です。うわ、なんと1作品からキャラを当てるじゃなくて、うんうんうん、3作品の冒頭をそれぞれ妄想して当てていくっていう企画なので、はい、皆さんも知らない方はぜひ一緒にこの漫画の冒頭を当ててみてください、うん、はい。ちょっと前まではさ当てられるっしょみたいなさ始まり方してたのにさ、最近はなんかどん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 減りったよねこれみたいなと思うじゃん。当ててください、人生は厳しいということでやっていきたいと思います。パンチ。さあでは1回戦目でございます、はい、1つ目の作品、作品名、悪役霊嬢に憑依した私は生き残るために黒ヒョウを手なずけます。悪役霊嬢系ね。そう、でもこれさ、ね、作品名が親切じゃない、ちょっと想像しやすくなってるというか。で主要キャラクター名、フローリア・バノンとカルテル・レオプロン、リカエル・バノンで、はい、アルデンヌ・バノン。あれなんかバノン家が、バノン家が、ね、バノン家がいる感じあるよね、うん、でキーワードがファンタジー、まあね、はい、ファンタジーっぽい、うん、憑依、憑依、うん、逆ハーレム。あ、これはイケメンホッサホサのやつですね、ホッサホサが豊作のイケメンのやつだ、うん、で異種族、おーほーほー、人外出た、人外。この感じのキーワード聞くとなんとなくねイメージはつきそうな、つかなそうな。これ悪役霊嬢の周りにイケメンとイケ獣人っぽい人がいると見た。そう、そなんかそういう可能性がある。サイさんがこういう顔になるやつだね汗汗するなオッケーです、はい、もう想像ついてる、妄想の書き上げできましたもん、はい、もうカリカリですよ。じゃあいきますか。はい、てなわけで制限時間20分でございます。はい、いきます、よーいスタート。今回フリップトゥーンは、はい、あ、ごめんなさい、僕たちちょっとこの作画の都合で通常の漫画っぽくいくんですけど、はい、縦漫画です。お、縦読み漫画が集まってるサービスなので、それもちょっと加味してね、ウェブトゥーン系の漫画ってどういう風な冒頭なのかなっていう、うん、ちょっとね僕たちがそこに対する造形が浅いね、浅い可能性があるから、そこの推理もむずいところですね。そもそもさ、こういう系の作品に僕触れてなくて、悪役霊嬢ものってよくジャンルとしては聞くけど、うんうん、どういうことなんだろうみたいな。何色にも染まってない君の心から出てくる物語は一体どんな物語なんだろうね。誰だよえ、とりあえずこのフローリア・バノンちゃんがバノンちゃんだと思ってたけど、し、あ、分かっちゃった僕、分かっちゃいました僕。え、ちょっと話させてほしい、もう話したい、もうちょっと話さないで、ちょっと黙ってて、静かにしてて、静かに、僕の中で静かにしてて、もう静かにしてて、いって癒やしいごま味噌タンタンの、いや、情報が出てくる。悪役霊嬢ってさ、もういい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 、え、じゃあ僕の設定がさやの設定に犯されたらダメじゃん。いや別に犯さないよ、犯すよ、雑談したいのよ、雑談したくないのみたいな、したくないの、したくないの、奥さん全然したくない、全然したくない、あの10分切るまで雑談したくないの。夫婦の間にはコミュニケーションが大事ってこんなに言われて
ってるのに。いや、時には、ね、いらない時もある。時には喋らない方がいい時もある。マジで、うん、ということで、はい、ということで1回戦目、悪役令嬢に憑依した私は生き残るために黒ひょうを手なずけます。はい、じゃあさやさんからいきますか。お願いします、はい、せーの、どんどんどん、トゥルルル、はい、おお、おお、すごい。普通の OL だった私は事故に遭い、出た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 、これだ。そう、事故スタート。確かに確かに、目が覚めるとこんな姿に変わっていた、うんうん、これあれだね、だから縦漫画にするとこれが結構でかいコマでボン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 って、あ、そうそうそう、いっぱいね、ここ画面いっぱいにあるんだよね。そうそうそう、ね、なんかお屋敷のこうコマが挟まって、はいはいはい、この事故に遭っちゃったこの OL ちゃんは寝てて、はいはい、気持ちだけこっちの世界に来ちゃったみたいなイメージね、これは、うんうんうん、そしてほら、これはローズガーデン4、麗しの山賊ワイルドに登場する悪役令嬢フローリア・バノン。あー、読んでるやつ。いや、そう、読んでるやつ、自分が読んでる作品。イメージは、はい、ゲーム、あ、ゲームね。そうそうそう、なんか乙女ゲームみたいなゲームがめっちゃ好きで、はい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 、すごいハマってるゲームの中に出てくるちょっと意地悪なことをしてくる悪役令嬢に憑依してしまい、うんうんうん、そのゲームがめっちゃ好きだから、うん、攻略方法が分かってんの。いや、そう、生き残るために黒ひょうを手なずける、うんうんうん、だからこの悪役令嬢の育成を知ってるんだよ、もう。何週も何週もしてるから、さや、うんうん、さんのように。で、このフローリア・バノンが作中で非業の死を遂げるということを知ってる、うん、なるほどね。でもこれ自分になっちゃったから、うん、回避しなきゃいけない。なるほど。そうで、回避するためにはこのゲームの中に出てくる超悪役の黒ひょうって言われてる低音ボイスのイケメン獣人がいます、はい、こいつを仲間にしたら私は生き残れるんじゃないかっていうので、お近づきになるために頑張る物語っていうイメージです。おお、なんかちゃんと推理してる気がする。この設定って結構悪役令嬢系とかも多いイメージなんだよね、うん、会社に解説が入って、確かに、なるほどね、みたいなね。さやからなんかさ、うん、悪役令嬢系とかウェブトゥーン系の情報を吸収してる気がする、うん、あ、本当？なるほどね、確かにこういう感じで始まるのねみたいな、うん、私もいっぱい読んだわけじゃないんだけど、はいはい、こういう始まりの悪役令嬢情景を結構見たことあって、そう、はいはい、で、かつ私の好みとしてはこのゲームは、はい、あのイメージ乙女ゲーム、はいはい、そのイケ獣人は攻略対象じゃない、本当はね、そう、本当に悪役としてだけ出てくる、うんうんうん、だけどこの主人公ちゃんはイケ獣人がめっちゃ好きで、どうしてこいつは攻略対象じゃないんだみたいな輝い思いをしてた、ずっと、はい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 、そう、それを今実行できるっていう、なるほどね、そう、だから、うん、さやさんってわけ、あ、さやさんなんだというわけで、じゃあゲンさん、はい、お願いします。僕いきます、はい、僕の書いた冒頭こちら、はい、私の名はフローリア・バノン、これは私の婚活物語だ。え、なんかいいね、ドゥッと始まるわけ、キャッチーだね。そう、僕の勝手なイメージなんだけど、うん、最初ファンタジーから入ってで現代みたいな、さやのやってる導入を前に来るんじゃなくて、入り口のファンタジーをやってから現代に来るんじゃないかっていう想像ね。で、まあとりあえずファンタジーが始まると、でこれね、もうすごい、うん、やり取り1年ぐらいしてる編集の人に渡す年ぐらいのさあ始めましょう、お兄様。あ、お兄様、これごめん、あのこれめっちゃ檻なの、檻の外ね、このフローリア・バノンがいるのが、うんうん、婚約成立条件はただ一つ、さあお入りになって、つこのイケメンね、うん、これあれフローリア・バノン、フローリア・バノン前にいるね、うん、でグッ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 、やばそうな獣がいるじゃん、けだものの兄たちから婚約者を守りきること、ただそれだけ。これケルベロスみたいになってる、うんうん、お兄様、お兄様たち、黒ひょうの三つ首黒ひょうみたいなお兄様三兄弟、うんうん、登場人物の名前がちょっと三兄弟分なかったから、確かに、ね、ワンチャンこの黒ひょうはカルテルレオプロンだけが黒ひょうの説もあるんだけど、うんうんうん、ちょ、僕はなんかこの兄たちがめっちゃシスコンで、うん、この子のこと大好きなの、うんうんうん、で人間状態、獣人状態、クソイケメンの3兄弟の兄たちがいて、うんうん、その兄たちがシスコンすぎて、このフローリア・バノンの婚活を邪魔するの、いつも。この子はいるんだよね、きっと好きな人が。そう、この子は婚活を成功させたい、うん、だからめっちゃシスコンの兄と、あと本命のカップリングと、どっちの関係もこう楽しめるから逆ハーレムみたいな、あっていう状態。そういうね、でこの子からすれば別に点数憑依してるから兄弟じゃないわけじゃん。うんうん、まあ確かに、そうそうそう、だからもうずっとドキドキできるっていう構造なんだけど、このあと何日前みたいなやつで、こうさやのやってるのは現代のね、婚活パーティーのシーンから始まりますから、現代の。いや、なんかさ、その超ファンタジーから始まってるのに、なんかさ、うん、婚活っていう現代ワードが入ってくるのってめっちゃ好き。婚活パーティーしてたら異世界婚活パーティーの方に来ちゃうっていうでもそちらがハードモードだったっていう、そう、こっちがもうかなりすごい、この悪役令嬢に入っちゃってっていう話。わー、いいね、え、面白そう、はい、普通に読みたいんだけど。というわけで1回戦目こんな感じになったんですけど、私が伝えたいことはただ一つなんだよね、うん、乙女ゲームでもギャルゲーでも、はいはい、攻略対象じゃないキャラにハマるの本当やめたい、うん、辛い、この思い伝えられないんだよ、だって片思いで一生終わるんだよっていう人の夢を叶える漫画だと、そう、そういう、そう、予想ね、それを伝えたいがために私はこの話を今考えましたなるほど、 OK です。じゃあとりあえずこれ最後に全部、はい、ね、はい、正解の漫画をね、うん、読んでいきたいと思います。はい、2回戦目やっていきましょう、いきましょう。
2回戦目はですね、ちょっと世界観が変わってそうなタイトルなんだけど、また全然。何何？ノアズチューブ。ノアのチューブ。陰キャの僕が世界を変える。わっ。です。ニョロの中で。ニョロの中が結構もう主題を言ってくれてるような。ね。で主要キャラクター名が、はい、ノジュヨン。お、韓国？とミンソアとジンウンタクだから韓国系なんですよこれ。韓国系か。この漫画はね。うんうんうん、でキーワードが、はい、ストリーム、学園、ヒーローです。っていうなわけで、あの制限時間がさっき20分だと死ぬほどギリギリだったので、もう一旦30分にするけど20分でなるべく終わらそう。じゃあ行きますよ。用意スタート。待って、ストリーム配信系、配信者なんだ。そうでもね、ノアズチューブだからこれなんか YouTube みたいな感じもあるよね、イメージね。のジュヨンっていう子がハンドルネームノアでやってるってことだよね、きっと。かな、ね、一番最初に来てるからのジュヨンが主人公っぽいけど ね配信で学園のヒーロー。むずいわ。整いました。整いました。早いね。サヤとかけて、はい、ゲンと解きます。その心は。どちらも筆が進まないでしょう。事実や、ただ何も謎かかってないじゃん。あれ待って、韓国って靴脱ぐ？脱がないか。え、家の中で、ね、なんかわかんない、どっちだっけ。脱いでなかった気がする。脱いでないような気もするんだけど、玄関見なかった気がするな。でもなんか裸足のイメージもあるけど。あー確かに。あでもまあわかんない。でも靴脱いだ方が楽だよ、うん、普通のお家は脱ぐらしいです。ああちゃんと、うん、床暖房が入ってるから裸足で生活したりするのが多いって書いてあった。へえ、一つ賢くなりました。はい、ということで2回戦目。2回戦目、はい、ノアズチューブ、ノアのチューブ、はい、陰キャの僕が世界を変える。さあどんな話になったのか、じゃあ僕のからいきましょう、はい、いきます、はい、こちら1ページ目、丸々してみ、ちょっとごめん、ここの内容を考えてないんだけど、うん、何だかなんとかしてみた、25万再生、はい、なんとかなんとかだった件、52万再生、空から突如10億円が降ってきた、120万再生。おー、ふーっつって、うん、パソコン見てるね、うん、横顔ね、はい、やっぱり再生回数100万回以上が条件か、使えるこの力は最高だっつって。おー、これねサムネね。あー、うんうん、もしも空から10億円が降ってきたらみたいな。え、再生回数に取り憑かれてるモンスターじゃん。そうですこいつはただマジでモンスターです。はい、次のニュースです。上空から突如10億円が降ってきて、にゃー、やばー、モンスターだ。動画投稿サイトで、はい、まあ、活動してる配信者、うん、こいつの能力は、うん、再生回数100万回以上達成した動画の中で起こしている出来事を全て現実のことにすることができる。やばーすごっていう能力を持ってるやつ。でも1回は100万再生を目指さなきゃいけないんだよね。そう、だから100万再生いかなきゃいけない。実現したいことがあっても再生回数を取れなきゃ、うん、何の意味もないっていう。だから好きなあの子が僕に告白してくれるみたいな欲望があったとしても、あったとしても別にそれを投稿したって別に誰も見ないじゃん、まあ、そうだね、おもんない動画、うん、っていうわけですよ。え、すごい気になる。このさ、10億円が降ってきたっていうさ、はい、ニュースでさ、うんうん、さらにバズってさ、100万再生。いや、全然他の動画も引き合いでどん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 人気になってったら、それが100万再生超えてやばいことになっちゃうかもしれないっていう、ちょっと恐ろしい、ちょっと現代的な話です。すごいね。わあ。ちなみにこいつがノジュヨンかどうかはわからない現時点では。あー、そう、こいつをどうにかするのがノジュヨンかもしれない。あ、え、それそっちが、そうだからダブル主人公みたいな感じで、うん、あ、いい、光と影、そう、光と影が、あー、光と影主義。こいつジンウンタクのノジュヨンはまた別の配信関連の能力を持ってる、うんうん、なんかむしろ配信サイトとかそういうのに全く興味がない主人公とかがこいつを止めるみたいなね。陰キャの僕が世界を変えるだから、なんか何かしらのまたこう陰のものなんでしょう。私いいのっていう、はい、はい、話です。なんか、え、どうしよう、うん、なんかダーク社会派みたいな、そんな重たい感じでいくんだ。重たいんだけど、わかんないけど、とりあえず書こうみたいな感じで書き始めちゃったから、うんうん、許してほしい。じゃあ行きます。はい、さやさんのノアズチューブこちらです。はい、お、なんかこう、うんうん、でっかいパソコンがねいっぱい置いてある前に、はいはい、まあ、うん、男の子が座って、うん、VR 機器みたいな、はい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 、かばって頭にかぶせるね、うんうん、そうゴトってこう出してきて、うん、この世界は2種類の人間に分類される。出た出た、原産っぽいでしょ、原産っぽい感じを目指して書いてみた。でこれが本人で、これがアバターみたいな、うん、あ、いや個人的には実は信者っていう言い方はあんまり好きじゃないんだけど、うんうんうん、ちょっとダーク的なね言い方としてはちょっとここで信者という言葉を使うんですけど、はいはいはい、信者、ファンを持つものと持たぬものだって、うん、でこうアバターでこう
はい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 、同節2万3000人とかすげえ人気じゃんすごい大人気ストリーマーなんだけど、うん、陰キャの僕は、うんうんうん、倫理観に反することをしてる人間たちをここで晒していくみたいな、うん、そう学校であったすごい嫌なやつとかをここで晒し上げて、でそれがどんどん加速してっちゃうっていう、もうどんどん晒しがどこまでこうエスカレートしていくのかみたいな。そうそうそう、だけどそれがどんどん規模が大きくなりすぎちゃって、うんうんうん、自分の手の余るようになってしまって、はい、どうしようっていう見ててヒリヒリするようなイメージの漫画を想像しました、うんうんはいはいはい、あーでもなんか気になるこれも、うん、でもこれさこいつを止めなきゃいけないんじゃない。あこいつが彼はこれを止めなきゃいけないから、この影響力を使ってここに戦いに行く人かもしれない。あいやそういう意味でヒーローになっていく、うん、そうそ う, そう本当は晒し系のダークヒーローみたいな立ち回りしちゃってるような正直良くない良、うん、くな い, 感じくないこう活動スタイルだけど、この真のヤバいインフルエンサーをぶちのめす方向にファンをと一緒にやっていくみたいな話にしても面白いかもしれない、うん、いやいいかも。すごい痛い目を見るタイミングがめちゃめちゃ多いんだよこれ。そう痛い目にあってのここに出会うみたいな感じでいいかもね。ねっていうことなんですが、はい、ちょっとねダークすぎて、はい、ちょっと私普段書く漫画じゃないからすごいドキドキしちゃったんだけど。確かにあんまりさえこういうね人の嫌な部分に踏み込むタイプの話書かないもん、ね、いやそうそう私なんか見てるのもなんかうーってなっちゃうんだけど、まあだね、でも結構これも偏見かもしれないんだけどさ、うん、イメージとしてウェブトゥーン系って結構そういう過激なのも多いイメージは。そうそれはそう、うん、それも思って刺激が強そうな話というか、そう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 ヒリヒリするというか、確かに強い言葉が多いイメージの漫画、うん、何も気にせず強い感じしちゃったけど、それぞれ強い感じなんて強いんだよ、うん、完璧に強い。確かにこいつはなんかこう弱さがあるけどね、こいつも特殊能力持っちゃってる、もう物理的に強い神の領域に達してるからそう、はい、ということで、はい、2回戦目ノアズチューブ、はい当たってるんでしょうか。はい、ということで3回戦目、3回戦目でございます。3つ目の作品ですね、作品名、はい、象牙の塔の魔法使いと拾われ少女。すごい好きすごいさや好きそうじゃない、うん、で主要キャラクター名が、はい、アーシャコニャクキルツイスカーディオン。いやでもこれはものすごいファンタジーを感じます ね、すんごいファンタジーだね、うん、キーワード、はい、ロマンスファンタジー、ありがとうございます、転生、ありがとうございます、生まれ変わり、ありがとうございます、地底関係、はい、魔法、ありがとうございますこれフルコンボだと。ということで、はい、はい、行きましょう。3回戦目、よーい、スタート。これはもう一言言わせていただきましょう、はい、ATI、ATI お兄さんですね、キルツイスカーディオンね、多分キルツイスカーディオンが僕男の方だと思ってるんだけど、何何何それ何全然わからん、全然木ですわこういうタイプですわあ1万円になっちゃったこれえでもさ拾われ少女がきっとこれアーシャコニャクなのね。うん、女の子っぽい名前だもんね。アーシャコニャクがきっと、うんうん、キルツイスカーディオンに拾われるのか。えロマンスってことはさ、アーシャコニャクとさ、うん、キルツイスカーディオンはさ、うん、ラブの関係になるってことなのかな。ラブの関係の可能性もあるよな。はい整いました。待って、あ、待って、整いすぎて今本当に鼻汁かと思った。なんか鼻のところに厚さが、これね、ATI お兄さんって言いましたけど、すみません。なんすか、おたじじいですね。企画はじめ禁止へ出してほしいやるんだよなこれ。さやさんが好きな話じゃん、ちゃんと推理してくださいよってコメントが来ても本当大変申し訳ございませんって言うしかないぐらい好きな話になっちゃう、うん。え、これやばい、好きな肉詰めピーマンできちゃったんだけど、どうすればいい。え、どうしよう、これこんなさやさんの性癖のスコッチエッグなんですけど、どうしましょう。え、チーズインハンバーグなんだけど、どうすればいい。楽しい、またシーズされてる。やだ、さやさんが今お子様ランチ作ってるじゃない。さあでは3作品目、象牙の塔の魔法使いと拾われ少女、はい、はい、どんな感じになったのか。もうどうしよう、吹き込めすぎちゃった、長くなりそうだもうすでに反省してるんだけど、ちょっとセンサー長くなりそうな予感がするので、じゃあ僕から言いますか、うん、ということで、僕のどんなイメージをしたのかというと、はい、象牙の塔最上階、上空 1800m、 天候は晴れ、アグニリウも、なんだこれ自分の字自分の字読めない。何だこれ、何て書いてあるこれ。アグニリュウも鼻歌混じりじゃない。あ、鼻歌混じり、すごっよう分かったね、すごいわこれあのヒゲさんの8年来の編集だから。確かに読めるんだ、僕も読めないもう一回いくわ、はい象牙の塔最上階、はい、上空 1800m、 天候は晴れ、アグニリュウも鼻歌混じりで飛行する素敵な日だった。おぉ、ブワーンなんかすごい、ね、勢いでね、飛んでる竜がいると。 そんな日に彼女は飛んでいた。これ中ね、塔の、あ、うんうん、塔の中、なんか暗いんだね。そうで、塔の中で、ただこれは、うん、塔の中から外見えんのね。うんうん、いや、正確には空に向かって落ちていた。親方、陸から女の子がみたいな逆そう
ういう空に向かって女の子が落ちていた、うん、その出会いから3日後、はい、アーシャ起きてるか朝食だと。わー、え、これもしかして、はい、もう拾われてます。拾われた。でこいつが拾った。そう、これが彼がキルツ、うん、うん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 、挑発の魔導士ですね。ありがとう、はい、ちょっとなんかあの民族衣装っぽいね、うんうん、あー、いいね、いいね、うんうん、うん、はい、なわけなんですよ。え、めっちゃいい。すんごい高い塔なんだけど、これ象牙の塔の設定ももう考えてあるんだけど、うんうん、象牙の塔って象牙なんですよ、本当に加工も何もしてない。あの象の牙がドーンって置かれてるって感じ。そう、うんうんうん、つまりこのサイズ感の象がいる世界ってこと。あ、空に向かって落ちていたっていう、この日本語遊びな感じ。空に向かって落ちてる女の子なんです、うん、アーシャ起きてるか朝食だの後、アーシャどうなってるかというと、うんうん、天井に寝てます。あー、逆なんだ。そう、完全に重力が逆転してる女の子。指定関係って言ってるから、うんうん、このアーシャとキルツが、はい、この魔導士として反転重力の謎と解き明かすのと、うん、この象牙の塔についても何なのかというのを解き明かしていく、魔法を研究しながら、そういうファンタジー。死後の世界と、うん、今の世界があるでしょ。それただそれだけの重力の概念が反転してるの。ここ現世、うんうん、現世ね。こっちが死後、うんうんうん、鏡合わせみたいになってて、そうなってて、重力がこうでしょ普通は、うん、でこうなの。でも何らかのきっかけでここが穴が開いて、死後の世界と現世が開いちゃって、あ、こっちに女の子が落ちてんのよ。わー、でアーシャとキルツはこっちの世界では結ばれてた。うわー、でもここで非業の死を二人とも遂げてしまって、うん、アーシャはそのままここに落ちる。でキルツはなぜか別同じ姿似た姿でこっちに生きてる。切のっていう話を書いてよ。なんだけどどうかな。すごくいい。けど絶対なんか違うと思うんだよ、うん、とにかく重力がこっちに行ってるし、謎を解き明かすってところまでも考えちゃった、うん、わ、やっぱネタバレじゃんこれ。じゃネタバレしたもん。完全にネタバレした。重大なネタバレを含みます。重大なネタバレを含みます。存在しない漫画の。じゃあさやさん、はい、サイさんはもうただサイさんの好きなシーンをサイさんが好きな感じで書いただけです、うん、すみません、お邪魔します。はい、おお、好きな子がいるわね。もう見た、もうしまうんだ。はい、お、1ページ目こんな感じで、私は死にかけていました。死んでる。もう死にかけてんだ。いや、もうこれなんか、ね、大地がもうカピカピ、カピカピ、大地がカピカピのところで、ね、もう死にかけてるところに現れたのが、うん、足元草木博士系魔法使いだ。そう、生きてる、うん、みたいな感じでこう、まあ、ゆるまだ来たよこういうやつ、ね、こういうやつね。俺またやっちゃいました。で、まあ、拾われたわけです。拾われて5年が経ち、10年が経ち、あー、育たないんだ。育たねえんですよ、初太じじいだ。実際、まあ、今私は今日も生きてます。あー、もう好き、これ好き。なんかさやの空気感を感じるわ。いや、ほのぼの系なんだけど、でもこれちょっと設定があって、うん、はい、ロマンスファンタジーなんですよ、うん、だからロマンスがなきゃいけない、うん、そう。でもこの見てくれの少年とこのお姉さんがちょっとロマンスになるのはちょっと私的に許せなくて、まあ、よくないよね。そう、よくない、ね、うん、だからなぜこいつがこの格好姿のままなのかっていうのと、うん、はいはい、この世界の謎っていうのを、うん、この二人が解き明かしていくっていう、このカピカピの何もない大地の世界に、うん、はい、そもそもこいつしか今いなかった。急にこの子が現れた。逆にね、そう、転生というか生まれ変わりで、何かしかの生まれ変わりで来てしまった。そう、そうなんです。で、こいつは密かに、うんうん、この子の謎を解こうと頑張って研究してて、うん、まあ、この子はあのじゃあこの子の弟子みたいな感じで、はいはい、家事とか一緒にやったりとか生活してるんだけど、うん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 、だからそもそもこの大地はなんでこんなに滅んでるのか、うんうん、他に誰もなんでいないのかっていう謎がね。そう、この子は何の生まれ変わりなのか、なんでこいつはこのまま姿が変わらないのかっていうのを解き明かしていく物語、うん、でこいつはほんとめっちゃイケメンやりたい。全ての謎が解けた時こいつイケメンになるやつ、大きくなって、大きくなってね、そこから始まるロマンス。やっと始まるんだ。始まる。じゃあまだ全然始まんない。いや、なんかたまに戻ってる、うん、あ、いや、なんか夜中の月明かりの人とかで戻ってる。なんでや、それで、え、あの人誰みたいな感じになって、はいはい、次の日朝、はいはい、あれは夢だったのかなみたいな、そういうシーン。なんか少女漫画じゃん。欲しいですね。欲しいですね、じゃない。じゃあ正解発表いくか。いきましょう。一つ目の作品、はい、悪役令嬢に憑依した私は生き残るために黒ひょうって名付けます。はい、じゃあどんな感じなのか見ていきましょう、はい、正解こちら。ポタポタポタ、おっと、いるいるいる、檻あ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 る、ほんとだ、檻ある、檻ある、お、なんか悪そうなおじさんが、え、待って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 、ぐるるってる、ぐるるってるぞ俺。え、すごい、檻にぐるるってんの合ってない。え、すごい、なかなか立派じゃないか。この獣を見て一体どこの誰が皇太子だと思うんだろうか。わあ。この獣は大帝国レオプロンの皇太子であるが、魔獣として生まれてきたがために皇帝からの愛情を受けられず見捨てられたのだ。黄金時代ムンドス大陸では人間と異種族が仲良く平和に暮らしていた。
しかし人間は次第に異種族を排除していくようになり、戦争を仕掛けて彼らを荒地へと追いやっていた。魔獣は本来獣の姿で生まれるが、強い魔力を持つごく少数の個体は人間の姿を装うことができるという、はい、なんと麗しい種族だ。ええ、本当に素晴らしいですね。これ悪役令嬢かな、この子かな、ガルルル、あ王子様、はあ、やかましいから寝かせておけ、できるな、もちろんです、私の力でここまで来たのですから。お、花の香りをまとう歌人とのハーフ、フロリア・バノンに私は憑依した。はい、歌人とのハーフ、私が戻ってくるまでに黙らせておきなさい、ちゃんと研究ができるようにな、心臓の隅々まで香りを染み渡らせておきますわ。わ、すごい能力者だよ。あら、おガちゃん、ついにこの日が来たのね、私をズタズタにして殺すこの物語の男性主人公と対面する日が。お、うん、現実世界で小説花に服従せよを読み、眠りについた私は目覚めたら悪役バノン公爵の娘フロリアバノンに用意して、あれ、あれあ、これじゃん、小説だったけどこれか、そういうことだ。そこが物語の中で現実に戻る術もない時は、誘った時にはすでに私の存在価値が認められるバノン公爵家の一員になっていた。バノン公爵家はめちゃ悪いとこなのか、はい、でも原作では公爵の残忍な実験に耐えきれず暴走した男性主人公に私は殺されてしまうのよね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、ってのだってさ、この作品のことを熟知してるから、うん、そのキャラクターがこの非業の死を遂げてしまうことを知ってるから、知ってるから回避しようと。そう、あ、すごい、なんかさ、絵的なこう入り口の、あ、そうそう、雰囲気は雰囲気があってて、うん、設定がかなり近い、うん、あ、すごい、お、これ二人協力したら結構いい冒頭だったんじゃないこれ。ね、絵がめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いわ。で、キラキラ。フルカラーなのすごすぎ。アルデンのお兄様。お兄様はいつも温かくて不憫だ。不憫。でも、やっぱそうなんだね。はいはいはい、主人公が別にいて、うんうん、その主人公と対峙しちゃう側の。側の、うん、悪役令嬢。悪役令嬢って言ってもね、うん、だってね。そうだよね。優しい彼らを救うため命を懸けてでも原作の内容を歪めてみせると。わー。なるほど。主人公側から見ると悪に見えるけど、うんうん、やっぱりこう、悪側にもその事情、いろいろ事情があるっていうのが、はいはいはい、ちゃんと読めるよね。そういうことね。わー。あー、これは。この皇太子様とどういう感じになるのかも気になるね。うん、読みたい。ちょっと読んでみようっていう1回戦目、わ、ちょっといい線まで行ったんじゃないかなとは思うんだけど、ね、惜しい、うん、惜しいとこまで行った。2人合わせて50点ぐらい、そんぐらいはい、じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。2回戦目、2回戦目、ノアズチューブ、ノアのチューブ、陰キャの僕が世界を変える。はい、ドンドン。僕のカバンは他の人のものより重たい。おー、学校だ、普通に。それは他の人のカバンを持ってるからじゃなく、このカバン自体の重さが32キロもあるからだ。やば、なんで小学生入ってる、ね。おいおい、あれ見ろよ、夜逃げでもする気か。でもちょっとさ、このデザインが結構ビジュアルちょっと惜しくないもん、ね、しんど、重そうなカバンだな、俺が持ってやろうか。いいよ、ほっといてくれ。てめえ生意気だな、すぐに返してやっから。あ、ちょっと絡まれちゃった。すぐに返すって言ってんだよ。よし、キーン。うん、カバンと離れるとあれが始まってしまう。何何、特殊能力だ。月々、僕は子供の頃大事故に遭ってから他の人が見たネットの情報が見えるようになった。それと同時に聞きたくもない変な声も頭に大量に流れ込んでくる。頭の中がぐちゃぐちゃで破裂しそうだ。おー、やっぱりこの電波防止カバンがないと学校に通うことすらできない。うわー、え、すごい。ノアズチューブ、ノアのチューブ、陰キャの僕が世界を変える。はい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 、こういう、待って待って、ヘッドホンのこのキャラのビジュアルちょっと惜しいな。うんね、うん、動画の編集手伝ってくれたお礼だよ。あんたの言う通りサムネイル文章変えたらさ、再生回数爆上がり。おー、でもやっぱりこの YouTube 系の、うんうん、オフラインになっちゃってる。ほんとだ。あ、そういうことね、電波防止カバンだから、うん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 、あ、ノーチューブ見てるからかセンスあるよね。放送部にスカウトされてるわけね。うん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 。あ、でも YouTube を別にやってるというよりはよく見てるって感じね。うん、切ないね。誰とも繋がれない。切ない。そっか、電波をね、うん、遮断しないと、遮断しないといけないから。もう解体現場でバイトしてるね。この仕事を選んだ理由は時給が高いっていうのもあるけど、僕の不思議な能力を試せるからでもある。僕の能力はネットのデータが見えたり聞こえたりするだけじゃない、場合によってはそれらを利用することもできる。ほう、動画みたいなものが目の前に現れて、それに集中するとまるで動画の内容が体にダウンロードされたかのように同じことができるようになる。すごい、すごい。え、こいつの上位互換じゃない、うん、撮って投稿して100万再生いかないと、うんうん、それを現実に起こすことはできないのに、彼見ただけでインストールできるの。無敵やん。空手講座みたいのを見てさ、うん、パンパンパンっつってあの格闘ができるようになるみたいのがあるってことだ。わあ、そういう子だ。申し訳ないくらいさ、うん、なんか暗い漫画にしてしまって申し訳ないんだから。確かに最後の方相当暗くなったね。もう本当に暗い、恥ずかしい、ごめん、うん、こんなに苦労してる子なのに、うん、ちっちゃくちゃくでも
なんかさ自分の能力をいろいろさ模索してる状態の感じがいいね、うんうん、そうだね、うん、でも結構使いこなしてる状態じゃない、うん、レベルで言うともうさ1から始まる発言しちゃったからどうこうじゃなくてさ、うん、そうそうだ、ね、とりあえず50ぐらいまで鍛えてる状態の感じだよね。世界変えられそうか、変えれそう、わー、なるほど、これは全然外れです、全然外れですキャラのビジュアルだけちょっと惜しいぐらい、ああそうだね、うん、でも全然イケメン、いやめっちゃイケメンだね、めっちゃイケメン、うん、さあということで3回戦目いきましょう、はい、象牙の塔の魔法使いと拾われ少女、はい、こちらドン、美しいとこから始まる、美しい、昨日の夜私が死ぬ夢を見たの、うわかわいい、かわいい、クソみたいな夢ですね、王宮ではふさわしくない言葉遣いね、好き、もしかしたら例の予知夢かもしれませんね、はい、言って聞かせてあげてください、神託を授かったのだと大喜びするでしょう、それは王家の血統に権威を与えるために先祖が考えた作り話よ、多くの人がそう信じてるからって真実になるわけじゃないわ、もちろん承知の上でクソみたいな夢だと申し上げたのです、いいクソみたいなって言うたら、もう少しくらい真面目に聞いてくれてもいいでしょう、久しぶりにあなたと一緒に過ごしたくてこの庭園に招いたのに現在進行形で私の貴重な時間を奪っておいでです、あーいい、あーこういう、あーこの軽口叩き合ってる感じ、いつの間にか私は自分の姿を見下ろしていたの、本能的にこれは幽体離脱なんだと思ったわ、暗がりに波の音が響く中、さあ絵がめっちゃ綺麗、私のそばにはただあなたが一人立っていた、となると私が王女C殺の最有力容疑者として連行されるでしょうね、あらそれは私もぜひ見てみたいな、はあ、待って、挑発じゃない？挑発、黒髪挑発正解なんじゃないか？で、象牙の塔というワードが出てきました。うん、象牙の塔の筆頭魔法使いが王室の近衛隊に捕獲されてる姿。あ、この子が。ねえ、これがやっぱり魔法使いだ、うん。そんなに私が困ってる姿を見たいのですか？ずっと絵が美しい、ね。あなたの言う予知能力というものが私に本当にあったらいいのにと思ったわ。なるほど。だって望むままに未来を見通せる力があれば、あなたが私を愛する日が来るのか確かめられるもの。またその話をするおつもりなら私は失礼します。キルツ・イスカーディオン。お、出ました。キルツだこの人、ね。行かないで。私を見て。次の命令はひざまずけです。はっはっはっ はっはい、はい、あ、そういうなんかあの上下関係ですね、はい、はい、身分や他人の評価なんて関係ない、私はただあなたの気を引きたいだけなの、あら、あなたはいつだって特別なものにしか興味を持たないから、キルツ、あなたは何でも知ってる魔法使いでしょう、だから答えてほしいの、私が死んだ後でも構わないから、たった一日、いいえ一瞬でも、あなたが私を愛してくれる日は来るのかしら、わー、なんかで始まりね、切ない恋物語なんだ、こう始まるんだ、で場面転換の、あ、待て、女の子、女の子が出てきて、あら可愛い、これが拾われ少女なのかな、かな、パパのために花を、そろそろ帰ろうと花を摘んでる少女、はい、あ、カラス、これなんかカラスの姿から人になったのかな、そういうことなんじゃない、こんなところまで旅人が来るなんて、まさか死んでないよね、あれ、あ、美しい、キルツだ、イケメン拾っちゃった、拾われイケメンじゃんね、少女っていうよね、イケメンだった、どういう感じなんだろうね、ちょっとまだ先を読んでないのが分かんないんですけど、すみません、はい、もしかしてキルツは年を取ってないのに、はい、うん、女の子は成長したじゃないですか、待って、でも最初逆じゃない、冒頭の女の子がこの少女と同一人物かどうかは分かんなくない、いやそうだよね、分かんないよね、うん、でも転生してる可能性もあるし、確かに、でももしかしたら育っててキルツが姿変わってなかったらちょっと惜しい可能性はある、でもなんかこれ今回キーワードの中に転生入ってた、入ってた、じゃあ転生してる、転生してんだ、あ、じゃあ転生前の女の子と恋愛関係だったから転生後のあの子のことは愛せないっていう、なんかあ、逆って逆にね、切ない、切ない、あ、そのパターンか、大変だ大変だ、あーピーポーピーポーちょっとわかんない、読み進めないとちょっと展開は予想できないんですけど、ね、ちょっといろいろ妄想できますね、なんか絵がずっと超綺麗、美しい、すごい綺麗な、うん、お互い気持ちが通じ合ってるのにどうしようもない環境みたいなやつが本当に好き、存在ドレッシングと一緒なんだよいくらでも食えちゃうみたいな、はい、はい、ということで今回ですね大ボリュームでやらせていただいたんですけれども、象牙の塔は一回も出てこなかった、いやそうだね1話目に象牙の塔はまだ存在も出てこなかった ね出てこなかったね、名前だけ出てきた、象牙の塔ってなんだろうなっていう謎がね気になるね、もし気になった方はですね、はい、今回活用させていただいた Amazon フリップ2、はい、はですねこちら独占配信の作品もあったりとか、はい、待てば無料も含めて無料で読める作品もたくさんございますので、うん、はい、今日紹介した漫画を含めてウェブ化Kindle のアプリで探して読むこと可能なので、うんうんうん、ぜひ皆さん読んでみてください、ぜひ、はい、概要欄にもリンク貼ってありますのでね、はい、こちらチェックしてください、まあ、ということで今回ですねミリシラでちょっとの情報だけ与えられて冒頭を当てられるのかという検証ではありましたが、が1回戦目だけちょいかすり、え、ほんとチッって感じ、ほっぺからスーって血が出るぐらいちょいかすりは
たできたけど、うん、無理でしたね。いや無理でしたね、はい、これはこの原作の方のね、はい、漫画をぜひ皆さん読んでみていただきたい。夏目さんちもちょっとこの後ね読もう、はい、3作品読み進めていこうかなと思います。アーシャとキルツのあの恋の行方が気になりすぎるからちょっと今ごめんちょっとなんか震えちゃって手が興奮状態がすごい。いやなんかさ、うん、すごいね、あの自分の好きなものをアウトプットした後にこれが正解ですよっていう原作も見れるっていう、うん、なんかすごい美味しい企画でしたね。あベリベリ美味しい、はい、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。読んでみてください。生まれてしまったこれらに関してはなんか夏目さん家の中でなんかホクホクと温めております、ね、うん、多分全然違う設定だ、うん、全然違うタイトルでこの関係性で多分生まれる可能性がある。これちょっとこれ本当に書きたい、これ本当に書きたい。えよちょっとハッピーだな。おばあちゃん、おばあちゃん、田舎のおばあちゃん、田舎のおばあちゃん、書きな、好きなもん書きな、おばあちゃん。